さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 今日はさすがにこれになります石橋俺はやめねえよということで、どこまでしがみつくつもりでいるんでしょうかと、そして日本保守党と参政党が3議席ずつ取りました、これ、神谷さんとしては、ほら見ろ、俺の言った通りだと、マスコミが嘘ばっかつきやがって、そして百田さんとしては、もうちょっといけたんとちゃうかと、まあそんなとこでしょうね、そして注目選挙区を一気解説したいと思います。じゃあ、まず初めなんですけども、このような形で、今日はね、NHK から転載しますが、もうこのあたりは皆さん、いいですよね。与党惨敗ととというううことででさあどうするんでしょうと でではですね選挙区からまず行ってみたいんですけどもまずはこの萩生田さんいやーよかったということでございますよだけどねこれテレビひどいですよこれ見てくださいえっとね民放の2局だったと思うんですけどもはいこの萩生田さんのところに裏金なんて書いてあるんでしょどういうこれ表記かと思いません、ね、もしやるんだったらこれ萩生田さんにね裏金って書くんだら下のこの有田さんですけどもこの写真をバーンと貼ってやるべきじゃありませんか有田さんはこれとそして萩生田さんは裏金とまあこれだったらいいですよで結論としてはこんな感じ萩生田さんねなんとか 当選しました有田さんねえー、771,000とただね比例で しちゃったんですよこの人がだ、から結論とととしててはこの人がままたた国会に戻っいいいくととんででもない話でございますただあそうは言いましてもね、小選挙区で萩生田さんが勝ったってことは、まあまあまあ良かったと思いますけども、でね、こんな写真が X をにぎわしておりました。はい、皆さんもご存知ですよね。はい、この人でございますと。ってことで、萩生田さんの選挙カーをね、こういう形も追っかけ回してるんですよ。あの、この姿どうですかもう完全にこれは活動家。いいですかこの人は東京新聞 新聞の新聞記者という一応そのような立てつけになってるんですけども私がね強く言いたいのは東京新聞はこういう状態を何で放置してるんでしょうかどう考えてもこっちの活動がメインでしょで東京新聞の方にはちらっとね足だけはもう片っぽの足だけ引っ掛けてるとそんな形じゃないですかだから東京新聞の体質というのがいかに異常かってことがよく分かりますよそしてこのご満月な笑顔ということでさあお次なんですけどもうーんこれはやっぱりね音喜多俊さんですよねあの 一見がございまししたけども社会の厳しさを教えてもらったようですとさあ、そして大物議員行ってみましょう。高市早苗さん、まあこれはいいですよね。高市さん、今回選挙区どうだろう。1回とか2回ぐらいしか入ってないんじゃないですか。とてもじゃないですけどもね、応援演説で大変ですから、えー、地元には回ってられないと思いますけども、まあまあこれはね、余裕の当選。えー、そして石破さん、はいもちろんいいですか。石破さんは、これは超大物政治家ですよ。当たり前ですよ。現職の総理大臣ですから。だけどね、この島根か、ここか。 鳥取か鳥取ねこのクバネ、ね、なんかかわいそうだよねうん、だってもう選択肢ないもん でしょうそして、これだけ立憲民主に風が吹いていながら、2位のこの朝倉さんが、こんだけしか取れないと、いやいや、いかにね、この石破さんが強いかってことになりますね。さあ、次の大物議員といえば、麻生太郎さんと、おお、麻生さんは圧勝。まあ、この人はね、えー、無難と言いますか、何もしなくても OK でしょう。で、麻生さんというと、はい、今度は武田さん。いやー、これ悔しいだろうな。武田さんは、今回これは比例復活ありませんと、これで落選、議席を失いました。いわゆる、これ、麻生さんの天敵でございますよ。武田さんから見る はさんが点滴とでね、この表参見てください。1200票差でしょ。1200票差ということは、あのとどめの2000万円問題がなかったら、これはね、600票で並ぶということですから、かなり危なかったと思いますよ。危ないってのはこの村上さんなんですよ。いやー、これは武田さんにとっては、あの執行部の2000万円というのは、本当にね心の底から腹が立つってことになりますよね。で、大物、菅さん、圧勝でございますけども、あの圧勝というよりも、菅さん、あの動画を見てますと、ちょっとね、 もう厳しいと思いますからね。これ、いいんでしょうかね。国会議員やってて。私はね、正直言って、ダメだと思います。ね。えー、菅さんはもうこれ、ね、引退すべきだと思いますけども、いかがですか。そして、大物議員、河野太郎さん。ここも圧勝なんだよな。なんだろうね。で、まあ、この河野太郎さんの反対票というのは、下の3人に入るわけですけども、まあ、社民党にいくら、ああ、ね、社民党といいますか、まあ、あの風が吹いているとべえ、こんなもんしか取れない。そして、内海さんと藤田さんね、これはもう、強烈に河野さんを、これ、批判してましたけども、この2人が一 一本化したとしても河野さんの半分でことになりますからやっぱり強かったということですよで河野さんといえばこの二番目のエリアルフィアさんと比例でね戻っちゃいましたねこれ赤配列でこれ行けたということになりますがまあエリさんねアルフィアさん今回ねこの X での,、まあその誹謗中傷に非常に激怒しておりましてもう絶対訴えてやると、えー、そういうことを言っておりましたで確かにね X を見ますとまあこれはね明らかに行き過ぎですわまあこれね、えー、エリちゃんが怒るのも無理はないんですけども ただね、うーん、疑問といいますか、そういう点が多々ありますので、これに関しましては、しっかりと説明責任を果たしてほしいと思いますね。さあ、そして和歌山なんですが、世耕さん、よかったな。で、ここに関しましては、世耕さんに当選してほしいっていうよりも、二階さんには落ちてほしいと。でしょどっちかと言えばそっちになりますよ。この二階信康さん、この三人いる兄弟の中で、一番ね、まともな人らしいですね。お兄さんはもうどうしようもならない。まあ、長男ね、いるわけでしょとにかく、欧兵な態度でどない 散らすと、えー、そして地元の市長選挙でも落選しているそれだけ嫌われているとでこの人が最もねまあサラリーマンっぽくらしくて普通の人らしいんですよでこの人に恨みはないですよただねあの人の息子だってことを考えるとこの人を通すわけには絶対いきませんここは成功さんで良かったということになりますだってね、えー、比例も復活できてませんのでねさあここですきましたよ福井一区というやつここはいろいろあります結論として稲田さんが当選しましたけどもこの2番目の立 民のね畑のさん、これかなりね、いきました。で、まあ、赤配率で、おお、これはね、比例当選ということですけども、ここでね、注目したいのは、やっぱりね、3位の賛成党の田中さんですわ。でね、私も、これ、選挙前は、田中さん2回か3回取り上げまして、田中さん応援しようと言いました。で、その時は言いませんでした。言いませんでしたけども、今、はっきりはしせてもらいますけども、明らかにこれはね、役不足だったのは事実と。まあ、あの私を含めまして、保守系のね、YouTuber とか、あとはまあ、あの、有名なね、えー 保守系のね、こういう番組なんかの人も言ってました、田中さん、応援して皆さんで入れよう、応援しようとは言っていましたけども、でも、弦外に、ゃあちょっとあれじゃあ、厳しいなということを、皆さん言ってましたもんね、えっ、ー、と、なんだ、新鮮な感じがしますね、とかね、あの斬新な感じがする、普通の人っぽくて良いね、とか言ってましたけども、みんなね、うーんと思ってたのが事実、で私も彼女の演説といいますかね、そういうのも聞いたんですけども、さすがにあれはな、ちょっとしんどかったな、と思います。 いいんですよあの若いとかね、えー、政治経験がないっていうのは私は全然構わないと思うんですけどもやっぱりね人に訴えてる時の。 演説力とか演説力,よく、ね、力強さこれがないと人には伝わらないんですようんだからね田中さん、まあ、心に秘めるものはあるかもしれませんけどもこれはねぜひ勉強してね、また出ていただきたいと思いますでもね田中さん今回の投票を見てくださいほぼ2万でしょこれすごいですよ普通だったらもうねこれね放末中の放末になるはずなんですけども3位に食い込んで稲田さんの4分の15分の1近くをねこれ取っちゃってるんですよ これってすいいと思います、ね、ですから、今回、稲田さんに対する反稲田票がいかに田中さんに集まったか、これだけ多かったかってことになるでしょでもともと立民の支持の人っていうのは、これ、波多野さんに言ったと思いますけども、いわゆるね、もともと自民だったんだけどもという、この稲田ファンだった人も相当、これは賛成党に入っていると思います。これはね、よーく、ね、反省した方がいいと思います。ただ、私ねねがね、金々をずっとね、えー、常々問題だって言ってたのは、この一番下の西山さんですよ。怪 しげな動きをしたでしょ直前になって立憲民主党から離党するとね支部長降りるってことを言い出しましたおかしいですよね本来であればこの2番目の畑野さんというのは急にかつかれたんですけども本来西山さんがこの2位のポジションに入るはずだったんですよとなると畑野さんと西山さんは合わせた票というのが8万票ぐらいありますだから理論的には稲田さんが8万7千取ってこの西山さんが8万取ってもおかしくなかったとまあ、それでも結論としては稲田さんが勝ったんですよ これは稲田さんの価値ですよねで。しかも西山さんのキャラクターを考えますとちょっとあれはなっていう人もかなり出ると思いますのでまあここから票を落とすのは確実なんですけどもだけどおかしいでしょ西山さん急に降りたとだから立憲民主といいますかねこのねうん反保守の反稲田の票を割るような行為に出てるんですよ。うんいまだに私はこれは理解できません何かあったんじゃねえのと言いたくなりますけどもさあそしてここからねうーん。 困ったちゃんの話をしたいんですが、まずはこれ、東京ね、五十嵐エリさんと、あなんとトップ当選ですよ、これ、重複もね、してるんですけども、トップ当選、何なんだろうね、どうしても東京でもね、中央線、沿線というのは、こういう人に人気が高いんですよ、この人、絶対許しちゃだめですよ、安倍さんが亡くなった時に、あの例のビーチ前か、前川、前川喜平さんと一緒にね、これは登壇しまして、前川喜平が安倍さんをね、揶揄したんですよ、その時一緒になって笑ってました、ありません、弁護士でしょ、あなた人権派弁護士じゃないですか。 が人権派弁護士と言いながら安倍さんのあの暗殺を笑ってると鼻で笑うなんてことは明らかにダブルスタンドので意味が分かりませんこういうことやるんですよこういう連中ってのはねそして小川淳也さんうーん <laughs> 貫禄ですね小川淳也さんいいですよ小川さん頑張ってください総理大臣をぜひ目指してほしいと思いますでこの人はは嫌いだな僕は 赤い大地、北海道でございますけども大阪さんトップ当選大阪さんね、えっ、ー、と、もう何年か前だったかな、はあらあれの、ほら、あれですよ、あの森かけね、あの問題があったときに国会の論戦で、これね、辻元清美さんだったと思うんですけども、政府に対しまして、あれを追及してたんですよ。あれというのは森友学園ね、おかしいじゃないかってやってたんですが、これ自民党からヤジが飛びました。どんなやじかと言いますと、野田中央公園はどうしたはい、あの森かけのね、えー、あそこの森友学園の隣に、野田中央公園というのが近く にございましてそこがね恐ろしいような低価格で実はね、えー、ちょっとねおかしな流れがあるんですよでそこに、えー、このね、えー、辻本清美さんが絡んでいたと言われているということでヤジが飛んだんですけどもこのヤジが上がった時に大阪さんこれテレビにはっきり映ってましたよものすごい行走で何言ってんだこの野郎とか言ってねそのヤジを言った議員詰め寄ってるんですよおかしいでしょなんでですかねなんでこれを止めるんでしょうかとはいそういうことだから出 めたらめなんですこのの立民っていうのはねでこれ山口なんですけどもあーこれはね本当に僅差でも両方ともこれは比例がありますので赤配率を考えるとまあここウィンウィンになっちゃいましたお互いに競りましたんでああーこれは両方ともいけるわとまあほっとしてるんでしょうさあそして東京15区でございますけど酒井さん行きましたこれ途中まで上位の3人が大接戦で誰がなるか分からなかったんですけども須藤さんうーんと千病坂秒いやこれは悔しいな さんもうちょっと電飾いっぱいつけてね、走り回っていれば、この線秒差ひっくり返ったかもしれません。で、大空さんは、これは比例復活と、金沢さん,ん、やっぱりダメだね、どうするんでしょうね、金沢さんね、これかなりショックだと思いますよ、無所属ということで頑張ったんですけども、残念でしたと。で、これもね、まあ腹立つな、猪木さん、岡山でございます、4区だったかな、猪木さん。 トップ当選だよ何なんだろうね。で、橋本さんは比例でも復活ならず、これはね、やられたという感じでございますけども、柚木さんってのはとにかく目立ってなんぼと、ほら、だからよく立憲民主党がなんか問題があると、あのほら、模造紙なんか書いてね、なんとか追求する会とか言って、そこテレビカメラに撮らせるでしょ。で、柚木さんはね、絶対にカメラので撮られるとね、いいポジションにいるんですよ。で、とにかくカメラをキョロキョロ探して、おあそこでカメラが俺を撮ってると、目立たなくっちゃということで、 そこに入り込むことにかけては、もうこれはね、立民の中でもナンバーワンの議員でございます。で、これも腹立つな、この梅谷さんね、うーん、何なんでしょうね。これ高取さんとしてはもう比例がありません。こういうことになりましたけども、おかしいですよ、新潟の皆さん。高取さんはね、別に悪くないですからね、あれはね。いや、責任がないとは言いません。高取さんももちろんこれは責任ありますよ。問題はあります。でも梅谷さんは酒を配っていたんですよ。 どっちが悪いんですかっていうことを、新潟の人、ほんとよく考えてほしい。で、こちら、これもなんかね、釈然としません。大石さん、大阪、5区でございますけども、乾杯でしょところが、比例復活なんですよ。なんでこんなもんで比例復活しちゃうんだろうと、言えようとしか言いようがないですけども、まあまあ、大石さんね、また適当に暴れてください。でね、大石さん、これで比例復活なんですけども、例のね、裏金のレッテル、どうしますかね。大石さん、延々と言われますよ。このまんまやってね、えー、全然こう言い訳しませんと、これは は自民党のね今井恵里子さんと一緒でございますいつまで言われてもこれはフランスのレポートを出さないと大石さんもいつまで言われてもあの献金のおかしさを説明しないと全く同じということになりますそして平さんいやーこれね本当腹立つよねなんでこういう人がねこれ当選したんだろうまあこの2番目のね国民民主の人が頑張って欲しかったんですけども残念ながらえー、そしてここを見てください丸川さんは落選と まあ今回はね厳しかったと思いますよ、丸川さんと。泣いたのはだめ。あのね今時はね泣いてしまうと必ず反対側のね意味で取られてしまって泣いてどうするんだとなんだそれって風になりますから通用しません。だから泣いちゃだめなんですよ、これはね。はい丸川さん、残念でございました。でさっきのね賛成党の話なんですけどまあこの石川さんもねうーんまあ頑張っていましたけどもねちょっとやっぱりしんどかったですね。ははいいいいいお次なんんですがはい酒井さんいやいやいやこれ トップ当選なんですけども、酒井さんといえばあの秘書の疑惑がございますね。日本国籍ではない人が入っていると。恐ろしいですよ。国家公安委員長です。どうですか皆さん。国家公安委員長としてこれ君臨している人のこの秘書にですよ。日本国籍、まあ今は日本国籍かもしれませんけども元を正せばという人が入っている。いかに恐ろしいかどうですか。こんな形で簡単に中枢に入ってくるんですよ。でそれよりも、えー、今回のこれでね選挙終わってしまいましたんで例の のののあ高知会のパーティー券が悪いんじゃない外国人がパーティー券を買うという問題これでまたうやむやですよもう誰も言わないわけでしょでおかしいのは金の問題だとか言って野田さんとかね一生懸命追及してますけどもそれを言うんであればパーティー券を外国籍の人間が買うなんて論外だとこれなんで言わないの おかしいでしょ。だから、これを言ってたのは、これはまあ賛成党っちゃ賛成党ですよ。これ神谷さんちゃんと言ってましたからね。そうでしょね。で、保守党も言ってたと思います。で、まあこれ国民民主のね、これ玉木さんも言ってましたよ。そうでしょところが他の野党はなぜかこれは追及しないんです。だからもうね、お里が知れるわけなんですよ。さあ、そしてこれ、うーん、やっぱりね、これ得意だね。沖縄っていうのは、社民が唯一、これは議席を確保しました。えー、小選挙区なんですけども、小選挙区で社民が勝つ っていいうううのはねどでですすもうここしかないですよ沖縄、いかにやっぱり沖縄がね特殊な地区かってよく分かりますよね。まもともとそういう土壌もあるんでしょうけどもこのマスコミですよ、沖縄新報と琉球タイムスこの2つがあねこれ牛耳っているわけですから。 どううううししてもここんんんななととになっちゃうんでしょうかとうーんまあね、困ったもんですけども、社民党、まあ頑張ってくださいね。さあ、そして最後なんですけども、このね、私、これをね、4日前、3日前かな、あげました、賛成党、神谷代表のライブを見ておりまして、3、4議席は見えてると言ったんですね。でそこで驚いたんですよ。まあ一応ね、えー、このキ日前投票の情勢調査では、0か1だろうってことなんですけども、3は4は見えてるんだと。ええー、これは我々の独自の調査だと、3、4だって言ってました。だから、マスコミはでたらめだと。で、逆に保守党を持ち、 仕上げすぎてててるかからあれはおししいんだだ陰謀だって言っ言ましたが結論を言いますと、これは神谷さんが正しかったってことになりますよとなると、えー、結果としてはどういうことかとつまりマスコミが、まあ、考えられるのはこうでしょうねマスコミが意図的に賛成党をおこれダメだめだだめだって言ったという可能性は否定できないそしてもう一つは期日前投票で賛成党に入れた人がみんな大嘘ぶっこえたとそういうことでしょうねで現実にももも前回のの選挙ででそうだったんですけどもこのね。 期日前投票でもう嘘をつく人が多いとこれも結論として出ましたもんねとなると今回もこれはねまあ結果としてはどうだろう嘘をついた人が多かったっていうことじゃないかなと思いますね。 でこれも私、予測外れたんですけども、参政党は、まあ、私もね、ゼロは、うん、でも1ぐらいは取るんじゃないかぐらい思ってました、実際、3というのは全く予想してなくて、後で出しますけども、比例の票なんか見てましてもね、保守党よりも多いんですよ、だからね、参政党、まあ党員の離反とかごたごたはあったんですけども、一定の勢力ってはまあ保ってるんだなということが、これがね、選挙の結果だと私は思いますね。はい、こちらに出ておりますが、例えばこれね、これ、比例なんですけども、 比例のこれ、東京ですよ、関東ですよ、はい下見てもらうと分かりますけども、これ、保守党がね、下から3番目、20万でしょ、賛成党23万と、だからね、保守党がわーっと勢いがあるんですけども、でも賛成党のが実際にはこれ、比例では上回ってると。 はい、えー、これね、保守党負けててるっこことになりますで、こちらまたね、別のところなんですけども、はい、保守党が28万8千と、それに対して賛成が35万ということになってきますので、ここでもね、6万強、ね、これ保守党が負けてるってことに、ね、なってしまうんですよね。じゃあ、保守党ちょっと見てみたいんですけども、はい、まずこれ、愛知一区ですけども、河村さん、これはまあ余裕でさ、ね、これに関しては保守党ってこともあります、日本保守党ってこともあるんですけども、まあね、これはぶっちゃけた話、河村さん、まあ個人の、 まあ圧倒的な知名度と人気だってことだとだ思いますこれはね、私ね、どこから出ても川村さん、これは当選だったでしょうね、えー。そして次なんですけども、麻生千田さん、残念ということで、2万で終わってしまいました。でも、えー、維新の人と大差ありませんし、えーまあ、この辺というのは、保守党の風が吹いたとは言えるでしょう。ただね、当選するにはかなり遠かったと。そしてこれ、田中さんなんですけどやっぱり2万ですね。で、ここで良かったのはね、この3位の美咲さん。ここれがが落ちたたと良かったです比例も復活 ならずと文春法2回くらっておりましたし元秘書今ね北名古屋の市議やってるのかなその人はこのおね元秘書の人というのがこの人猛烈に告発しておりますひどいとめちゃくちゃってことを言ってましたからねはい私ねこれに関しては本当に良かったと思いますよなんでこういう議員がいっぱい出てくるかと思いますねそしてこの大橋さんも一万八千ということでまあトップの人にうん、まあ、これ比べればねもう全くまあ及ばないってことになってしまいましたがまあね、えー、これがスタート になりますから保守党としてはねここからね、えー、順番にまあ頑張ってやっていくということになるんでしょう。 ってことこでね結論としては、日本保守党と参政党が3議席取れました。まあね、あの参政党はこういうことでがっちり取れましたし、あとはね、これ、イメージとしては、5議席取るんじゃないかっていう風に、これは保守と言われておりましたので、なんかね、勢力が減退したように言われてしまうんですけども、冷静に考えてください。そんなことはありません。これ、ものすごいんですよ。そうでしょう。初めて出たところが3議席いきなり取るなんてことは、そんなにあるこっちゃありません。ですから、今回ね、3議席取りましたんで、こっからね、えー、次回参院選どうするか、まあしっかり練ってほしいと思います。 まあそれとね、私、最後に一言だけ言いたいんですけれども、これ、保守党に関しまして、私はね、今までね、まあ、ほぼほぼ、おーおーおーね、もう、頑張り頑張りできましたけれども、まあ、これでちゃんと国政政党になりましたんで、ここはおかしいんじゃないかな、ここは改善した方がいいと思うよってところは気づいたら、しっかりと動画でね、私は発信していくつもりでおります。何でもかんでも、万歳万歳だとね、本当に信者になっちゃいますからね、これ、信者になったらアウトですよで。いいですか、皆さん、信者になったらアウトですからね、えー、悪いとか悪い、これはおかしいぞってところは、 ちゃんとこれはね行って頑張ってほしいと思います今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは